夢ラジオ第2480回、今日は令和2年9月22日火曜日です。時刻は午後2時、横浜港北、午後の濃い時間が流れますね。セミたちは鳴いていますね。前の森でつくつく帽子ですよ。9月のもう下旬だから最後の一声です。リスナーの皆さん、3連休の最終日、どこでどうお過ごしでしょうか。さて、2480回目、今回は日本航空123便、なぜレフトターンしなかったのか、こんなタイトルでお話します。日航123便、なぜレフトターンしなかったのか。今から35年前のお盆の頃、羽田を飛び立った123便 JAL、 離陸して10分ぐらいで大きな衝撃音とともに操縦不能になった。ボイスレコーダーが残っていて、まずいという高浜機長の声ですね。何か爆発したぞ。よっぽど大きな音だった。だからその音は客室にも当然聞こえたと思われます。垂直尾翼が吹き飛んで、そしてそれだけでなく、機関士がハイドルプレッシャーオールロスって言ってますね。油圧系統が効かなくなった。そして油圧が効かないというのは、右行く左行く上行く下がるという飛行機の操縦ができなくなることを意味します。オールロスっていう機関士の声、あれで機長も副機長ももう背筋凍ったことでしょう。もう操縦できない。で、羽田管制塔との交信で、羽田に戻りたいっていうふうに機長は最初は英語で喋ってて、でレフトターン、ライトターンって羽田からの呼びかけに、ライトターンっていうふうに機長が答えて、そして123便はライトターンをしようと思ったんだけど、やっぱもう舵が効かないから曲がりきれずに、そのまま右は曲がったんだけど北上していき、そして山岳地帯に入っていった。高浜機長はこの時右に座っていました。で、普通機長って左に座るんですね。けれどこの副機長が、もうすぐ機長になるということで、機長になるそういう訓練をしていた。そして高浜機長がそれを右に座って見ているという、そういうコックピットだったんですよ。そして機関士と。で、なんでライトターンしたのかっていうのは、高浜さんが右にいて、で右の方がよく見えるから、だからライトターンしたんじゃないかというふうには言われますね。で、私はよくこのライトターンについて、もしレフトターンだったらっていうのはもうずっと考えてるんですね。今も考えてますよ。で、油圧が故障して、もう垂直尾翼はもともと吹っ飛んでるし、舵が効かなくなったとしても、出力ですよね。右のエンジンと左のエンジンの出力を偏らせることによってね、つまり左のエンジンを弱くして、で右のエンジン強くしとけば左は曲がれるじゃないですか。この形で、全然曲がれないわけではない。あと、エンジン出力を徐々にこう抑えることによって、あとフラップは効いてましたから、フラップというのは翼の
後ろにあって、上に行ったり下に行ったりするあの装置ですね。フラップは電気で効いてましたから、油圧系統から逃れていたんですよ。ですから、エンジンの出力を徐々に弱めていって、そしてレフトターンってことは今度は左に曲がる、つまり海の方行くわけですよね。そして滑空する形で徐々に高度を下げて、そして海にバシャーンとこう不時着できなかったか。そしてよく飛行機に乗ってれば、緊急事態の、絵が描いてありますけど、海に緊急事態した場合の絵もちゃんと載ってますね。要するに、あの状態でこう、もちろん全員が生存ってことはできないにしても、ちょうどスーッと滑るような形で海にはまって、そしてその海だから山岳地帯と違って、まあ分かりやすいと。ですから、まあ溺れちゃったらまずいんですけど、救命ボートとかが手に入りうるんだったら、ちょうど避難指示通りに観客っていうか乗客が飛行機から出る。そうするともっと4名という生存でなく、多くの人が生存できたんじゃないか。つまりレフトターンにして、そのまま羽田に戻れないならそれで、そのまま高度を徐々に徐々に下げていって、これエンジン出力でね。そして最後に、まあ、不時着の訓練もしてるはずです、パイロットたちは。で、海にこう、まあ、着陸して、で機体が、まあ、ある程度無事ならば、それこそ緊急事態マニュアルに書かれてある通り、その飛行機のドアを開けて、でそこからなんか滑り台みたいなのを作って、乗客をさーっと下に下ろすみたいな。山岳地帯だからもう着陸のしようがなくて、ああなった。ただし滑空できないかとさっきから言っていて、私は実も御巣鷹山に落ちた時、ある程度滑空しながら落ちたんじゃないかと思ってたんですけど、それこそ最近分かってきたのは、ものすごい速さで高度が下がって斜面に激突みたいな、そんな落ち方でもあった。だから本当に4名の人でも後部座席にいて助かったのは奇跡で、もしそのような海面に激突みたいな落ち方だったら、たとえレフトターンでそのまま海に落ちたとしても助からなかった。今度は一人もね。滑空がなんとかできて、そしてある程度飛行機の水平状態保ったまま海と接触できたならば、全員生存は無理でもかなり多くの人が助かったと予想されますが、それこそ海面に激突するような落ち方をしてしまったら、むしろ海だからこそもう誰も助からない。ずっとレフトターンしていたらと考えてきましたが、123便が滑空できなかったら、たとえ左に回ったとしても4名生存よりももっと悪い結果になったかもしれません。夢ラジオ第2480回、今回は日航123便なぜレフトターンしなかったのか、こんなタイトルでお話ししました。ありがとうございました。